中山神社は山口県下関市にある神社。幕末期に尊王上位の立場で活動し、1864年に暗殺された国の中山忠光が祭人として祀られている。また、境内には忠光の墳墓がある。このほか明治天皇及び天照皇大臣が祭人として祀られている。主祭神である忠光が国家を思い入れて、 活動していたことから、国家案引いては家内安全や、役除けなどの推計を受けている。1865年、ただみの鎮魂のため、豊浦藩が、墳墓のある場所に社殿を建立し、中山社と称したことをもって、創立とされている。近代社格制度における、旧社格は、県社だが、1935年には、別格官兵社へ昇格する機運もあった。 愛神隠ら社1988年造営。祭人は愛神隠ら不欠と妻の佐賀広氏及び二人の長女愛神隠ら衛生。広氏の遺言に従って当地に祀られている。通常、社殿は東向きまたは南向きに建てられるが、同社の社殿は中国大陸に向かって西向きに建てられている。また、中山神社の宝物殿には不欠の次女、 聖などから帰宅されたゆかりの品が展示されている。鉄道路線バス。ありがとうございます。